はい、じゃあおはようございます。おはようございます。ここから、第1回戦から始まるので、よろしくお願いします。おはよう。今年初参戦となります、56号車近藤レーシングの、平見奈選手にインタビューしたいと思います。まずは、日産に、ね、移籍してきて初めての予選、どんな心境で臨みましたか？まあ、若干緊張しましたです。まあでも
しっかり自分の持っている力を全部出し切るようにベストを尽くせたと思います。サッシャ、You did it! Very good result! So your first experience about this circuit and this kind of car? Well, I think it was a good qualifying. I think we're still off a little bit off of P1. We still have some work to do to be up there where we want. But I think we did the best we could do with what we had, really. So I'm pretty happy with the qualifying. Kazuki did a great job as well in the Q1 to pass to the second one. So it's good experience, first time for me doing a GT qualifying with all the qualifying specs. So it was a good experience, and I think we have a little bit of work to do tomorrow, but it's a long race, so we never know what can happen. Okay, thank you. このレースは初めての経験で、そういう中で、いい結果出せて非常に嬉しいです。ハッピーです。それで明日のレースはまた長いレースなので、それに向けて何が起きるか分かんないで、ので、注意しながら結果を出したいというふうに思ってます。大輝、すごい予選でね、とても速かったんだけど、ちょっと悔しいかな。そうですね、テストでずっとトップで来てて、やっぱりなんだかんだ日産でワンツー取れたのすごい嬉しいんですけど、やっぱり12号車がトップでいたかったので、その点に関してはちょっと悔しいんですけども、でも日産のファンの皆さんにとってはやっぱワンツーで、明日のレースもこのままワンツーだと多分すごいハッピーだと思うので、なんとか僕が抜いて、12号車がトップでワンツーになれたら明日はいいかなと。なので明日は頑張ります。ジェームス、 You did a great job P1 and first raceNissan car for you. How did you feel? Yeah, it was amazing, and I'm so happy to show this for all the Nissan and Nismo fans, and thank you very much for all of your trust and support in me. It's exciting for me to have a new adventure and a new challenge, and I'm really enjoying to drive the GTR. So what's your target for the race? I think, most important is we need a Nissan 1-2. I think, we start first and second, so it's going to be a big challenge tomorrow. We have different weather, different tyres also for both cars, so it's going to be very exciting, and I hope to win, but I hope also Nissan 1-2. Okay, good luck. Thank you. はい、それではポールポジションを獲得しました23号車のお二人に聞いてみたいなと思います。まずは Q1 担当した次男選手、いろいろプレッシャーかかる中でしたけど、どんな Q1 でした？ドキドキですね、いつも Q1 はもうね、本当に気持ち悪くなるぐらい辛いんですけど、ただ今回車も調子良かったし、あとタイヤもね、いいタイヤ用意してくれたんで、いけるという確信はあったんですけど、はい、そうですよね、2番手タイムだったんですけど、なんか走りからもすごい力強さ伝わってきたし、本当に素晴らしい予選だったと思います。そして、Q2 ロニー選手、もうみんなが驚いたタイムだったんですけど、もうどんな心境で？フルプッシュで行くだけで、それだけに意識して、車が速い、タイヤも速いしてたので、温まりも良かったし、結束1周目でアタックのラップで、ミスもなく、グリップもあったんで、戻ってきた、ね、何秒にそういうダッシュボード出るか、それどう何秒かなで見たら16秒、6、見た瞬間に、間違いなくトップ3に入ると思ったんで、他の車も早いね、僅差してたので、その後、ね、最後の最後に無線で、ポールポジションって言われた時にすごく嬉しかったです。さあ、それでは明日のレースなんですけど、ちょっと天気がどうなるかわからないですけど、雨の日は、ね、水しぶきの関係で一番前からスタートすると、楽な展開になるので、明日は、ね、タイヤチョイスすごく大事になるので、チーム、ね、みんなでいいタイヤを選んで、とにかく、ね、こういうポジションを守りたいと思います。はい、23号車のお二人、明日もいいレースをしてくれると思います。応援の方よろしくお願いします。